サンフランシスコのランチ時です。レストラン街のこの辺りであれば普段は多くの人で溢れてるんですけれども、人の姿はまばらです。今アメリカでは資金難からレストランがバタバタ倒れてまして、最終的にはアメリカの 20%、 20万のレストランが消えてなくなるというふうに言われているんです。そんな中、必死に戦っているサンフランシスコの企業があります。あ、見えますね、あちらお客さんずらーっと並んでるんですけれども、タピオカミルクティーを爆発的人気を押し上げたボバガイズなんですが、全店コロナの影響で閉めてたんですけれども、先週ようやく新たなポップアップストアをオープンしました。We're glad to support them and we hope they're back. Really thankful. We're really excited.ボバガイズは2011年に誕生。サンフランシスコ、ニューヨークなど17店舗を持つタピオカミルクティーの老舗です。客の入りはこの通り。しかし3月、共同創業者のアンドリューは断腸の思いで閉店を決定。400人を解雇しました。We don't want to risk any public health.So, you know, a handful of our stores were just busy, really busy, and then people were clustering in line, which is not good. ボバガイズのような中小企業を救おうと PPP、 給与保証プログラムというのが4月からスタートしているんですけれども、実は段階的に約70兆円もの資金を投入するという前代未聞の経済政策なんです。 PPP の対象は従業員500人以下の企業。企業が雇用を維持すれば、給与や賃料など最大約11億円までを政府が肩代わりするシステムです。これに企業が殺到。資金があっという間に枯渇したばかりか、上場企業のシェイクシャックやくら寿司などがプログラムに申請していたことが分かり、大論争に発展。保証金を返金する事態に陥っています。Our PPP request is over $1 million. If I didn't get the loan, my runway, I'd be running out very soon. 生き残るためには、もはや政府の資金を当てにするわけにはいきません。Businesses to stay alive have to just change their business model. So doing, we do a lot more content now. Instagram, teaching people recipes, selling e-commerce orders. サンフランシスコで3年前に生まれたベーカリーも、大きくビジネスをピボットしています。バターエンドの売りは結婚式やバースデーといった特別なイベントのカスタムケーキ。根は張っても美しいデザインで地元の人気を集めてきました。ところが、First thought was, oh no, we are seeing like a decline of 65% for that week where it was happening. We're not able to provide the cakes for these like big parties because these big parties are now canceled. So the question was, how do we continue to create value? How do we recapture this like birthday business that we are losing? そこでバターエンドが生み出したのが2人前ほどの小さなケーキです。そのケーキに顔を触らないで、手を洗ってというコロナ対策向けのメッセージを添えたのです。The parties are just a little different, but they're still happening. And that's where we coined the term the quarantine cake. サイズも小さく、価格も3分の1と手頃に。家にいる家族や友人に贈り合うプレゼントとして注目され、売り上げはコロナ前の4倍から5倍になっているといいます。ビジネスに必要な資金が3週間分しかなかったバターエンドでしたが、小さなチームだったため、ビジネスを早く転換させることに成功。逆境の中、新たに2人を採用しました。What I learned was the power of resiliency. How hard can you try to create value, continue to create value in a new way? ビジネスモデルを変える。その動きは一大観光地でも始まっています。世界的なプレミアムワインの産地として有名なナパバレー。ワイナリーを訪ねてみました。カリフォルニアの最高峰ワインと言われるオーパスワンなんですけど、見てください、ここ下。
今現在閉まってるっていうふうに書かれてますね。で、まあ、やっぱりドアもこう門も閉まっていて、まあ、ちょうど中見えますかね。そこが本当にみんながワイステイスティングなのをする場所なんですが、まあ、完全に今クローズしてます。